もなんか革なら革っぽい質感がうまく出せたらいいなと思うんですけど、いかに自分のこういう風に表現したいんだっていうのを出すかっていうのは、まあ常々考えてるところでありますね。全然違う場所も結構いっぱい出てくるので、そのところでまあワンではなかった場所はこの世界観に合わせるのにどうやったらいいのかなっていうところは結構苦労したりしますけどね。レオネッタらしさっていうのもワンの方で固まってるんで、もうちょっと違った面白いネタはないかっていうところで考えてみるとかですね。スケール感今回全然違うんで、もう最初からラスボス感漂ってる感じで、その辺を結構楽しんでもらえるんじゃないかなとは思ってますけど、やっぱりウィーユならではの遊び方を提供すると同時に、2ならではの部分でクライマックス感を打ち出していきたいと思うんで、その辺は期待してもらいたいです。You want to touch me?